でもなんか、藤本さん的な強さがあるんだったら、ソロ歌手やらせねえんだったらやめてやけなことを言いそうじゃないですか <laughs> 確かに、その卒業後ね。だから、今やらなくても、うん、これを乗越えて、いつかやりたいやる気持ちで、その時を頑張る感じですかねあ。いつかソロ歌手やる可能性もあるんですか うん、どううだろう微妙なところですけど今逆にコンサートみたいなライブみたいなのは年に1回ちょこちょこできたりとかしてるので、うん、まあそこはそこでちょっと満足してるかなとは思ってますソロ歌手になりたいっていう夢は、うん、人前で歌うのいっぱいやったからもういいかなみたいな感じななななんんんでですかそんななんでなくなっちゃうもんなんですか まあなんか機会があれば歌いたいですけど、まあ、なかなか機会もないし歌いたいですって言って歌えるもんでもないじゃないですかやっぱ書きますって言ってくれないと私書けないからでも今ね本当に配信とかであの昔みたいに CD をとかっていう時代でもちょっとなくなってきてるじゃないですかだからまあ本当自分でやりたいって言えばできなくもない時代にはなってきてるなとは思いますけどね